田中光一、田中光一、田中光一、1959年、昭和34年8月3日体は、日本の科学者、エンジニア、東北大学名誉博士、ソフトレーザーによる質量分析技術の開発で、文化功労者、文化勲章、学士で唯一のノーベル科学賞受賞者、民間企業で働いていた際に、ノーベル賞を受賞して、以降も、 血液一滴で病気の早期発見ができる技術の実用化に向けて活躍中である。株式会社、島津製作所シニアフェロー、田中光一記念質量分析研究所所長、田中最先端研究所所長、東京大学医科学研究所客員教授などにも就任している。日本学士委員会委員。1959年、昭和34年に、 富山県富山市に生まれる。出生一ヶ月で実母が病死したためおじの家で育てられる。その後、おじの家に養子として迎えられる。兄弟は兄二人と姉がいる。富山市立八人町小学校、現、富山市立芝園小学校において、四から六年時の担任である沢垣京誠から、将来の基礎を育む理科教育を受ける。富山市立芝園中学校、 富山県立富山中部高等学校を卒業。東北大学工学部へ進学する。入学時に取り寄せた戸籍商本で自身が養子であることを知り、そのショックも手伝い教養家庭在学時に単位を落として1年間の留年生活を送る。しかし、前倒しで専門の勉強に励んだため、卒業時は学科で上位1割の成績になっていた。指導教授は、 足立チサブロー博士、現、東北大学名誉教授で、電磁波やアンテナ工学を専攻した。大学卒業後は、大学院へ進学せず、ソニーの入社試験を受けるも、不合格。最初の面接失敗後に相談した、足立チの勧めで、京都の島津製作所の入社試験を受け合格する。大学時代については、公には、多くの情報がないが、一年生から、東北大学、 生活共同組合学生組織委員会に所属して、組合委員の組織活動や、情報宣伝、文化レクリエーション活動を行った。その当時の記録も残されている。島津製作所入社後は、技術研究本部中央研究所に配属され、科学分野の技術研究に従事する。1985年、昭和60年に、タンパク質などの質量分析を行う。 ソフトレーザー脱着法を開発。この研究開発が後のノーベル科学賞受賞につながる。20回以上の見合いの後、1995年に富山の同じ高校出身の女性と見合い結婚する。英国クレートスグループ、島津リサーチラボ志向を経て、2002年、平成14年に島津製作所ライフサイエンス研究所主任。2002年、平成14年。 ノーベル科学賞受賞。受賞理由は、生体構分子の童貞及び構造解析のための手法の開発。同年文化勲章受賞、文化功労者となる。富山県名誉県民、京都市名誉市民、東北大学名誉博士などの称号も贈られている。受賞当時は、島津製作所に勤める会社員であり、現役サラリーマン初のノーベル賞受賞として、 日本国内で大きな話となった。その後、同社のフェロー、田中孝一記念質量分析研究所所長に就任。ノーベル賞受賞後は、多くの講演やインタビューに答え、著書も出版した。日本学士院会員や京都大学等の客員教授、等にも就任。研究開発の経緯やエンジニアとしての持論を語り、多くの人々に影響を与えた。 2009年から、ファーストプログラム、実大質量分析システム開発と、創薬、診断への貢献に採択され、中心研究者として活躍。2013年の講演では、血液一滴から病気を早期発見できるように、するのが、私の実現可能な夢だと語っている。2011年には、島津製作所の田中最先端研究所所長も、兼任し、 2013年には、同社シニアフェローとなる。タンパク質を質量を分析にかける場合、タンパク質を気化させ、かつイオン化させる必要がある。しかし、タンパク質は気化しにくい物質であるため、イオン化の際は、高エネルギーが必要である。しかし、高エネルギーをかけるとタンパク質は気化ではなく、分解してしまうため、特に高分子量のタンパク質をイオン化することは困難であった。 そこでグリセロールとコバルトの混合物マトリックスを熱エネルギー干渉剤として使用したところレーザーによりタンパク質を気化検出することに世界で初めて成功した。なお間違えてグリセロールとコバルトを混ぜてしまいどうせ捨てるのもなんだしと実験したところ見事に成功した。このレーザーイオン化質量を分析形用、資料作成方法は 1985年、昭和60年に特許申請された。現在、生命科学分野で広く利用されている、モルディ・トフ・ MS は、棚からの発表と、ほぼ同時期に、ドイツ人科学者のフランツ・ヒレン・カンプ、フランツ・ヒラン・コンプとミヒャイル・カラス、マイケル・カーラスにより発表された方法である。モルディ・トフ・ MS は、低分子化合物をマトリックスとして用いる点が、 田中らの方法と異なっており、より高感度に、タンパク質を解析することができ。蒸気の功績が評価され、田中の開発した方法を、ソフトレーザー脱離4化法として、ノーベル化学賞を2002年に受賞する。貢献度は4分の1であった。なお、ノーベル賞受賞決定にあたり、なぜヒレンカンプやカラスではないのかという疑問の声が上がり、 田中自身も自分が受賞するのを信じられなかった原因に挙げている。経緯として英語論文発表はヒレンカンプとカラスが早かったが、二人はそれ以前に田中が日本で行った学会発表を参考にしたと書いてあったため、田中の貢献が先と認められた。体内では侵入した抗原、タンパク質と結合して抗体、免疫物質が作られる。 抗体は Y 字型をしており、2本の腕のうち1本で抗原と結合する。この構造を人工的に改変し、根元部分にポリエチレングリコールという弾力性を有する抗分子化合物を挿入した。抗体の腕はこれをバネのようにして動き、2本同時に抗原と結合できるようにした。アルツハイマー病に関係する。 タンパク質の断片に対して実験したところ、通常の抗体より100倍以上強力に抗原を捕まえることができた。その後、糖砂の状態を簡単に分析できるようになり、ペプチドを選別することなく動く微量の混合物の状態から糖砂の状態を調べられるようになる。1ミリリットルの血液からアルツハイマー病の原因となるタンパク質を検出することに成功。 未知の関連物質を8種類見つけることにもつながった。この技術は、アルツハイマー病や前立腺がん等、様々な病気の早期発見に貢献することが期待されている。2002年にノーベル賞を受賞したが、当初の技術は医療に役立つには、感度が十分ではなかった。2009年から、ファーストプログラム、次世代質量分析システム開発と、創薬、 診断への貢献に採択され、5年間で約40億円の研究費を得て実用化に向けて大きく動き出した。約60人の体制で研究開発に取り組み、1年ほどで画期的な分析手法を開発、感度を最高を1万倍にまで高めることに成功した。2011年11月の取材では、病気の早期診断や、 抗体を用いた薬開発に結びつく技術と答え、成果を2011年11月11日には、日本学診発行の英文ジャーナルの電子版に発表。2012年8月23日には、田中が客員教授を務める東京大学医科学研究所教授の清木元春らと、米科学誌、プロスワンに発表した。2014年には、血液から、 アルツハイマー病の原因物質を検出できる段階に達しており、2014年4月からは新たな体制で実用化を目指している。会社で電話により受賞の方が伝えられた時、ノーベル、コングラチュレーションという単語を聞きながらも似たような海外のショートを持ったり、同僚によるドッキリ、ドッキリカメラの意図を持っいたりしていた。その後会社の隔離室に移動させられ、 午後9時から、報道陣が退去して押し寄せた会見に臨むことになった。急な話だったので、背広の用意も髭を剃ることもできなかった。なお、普段から白髪を染めていたが、受賞発表の1週間ほど前に理髪店で染め直していた。田中は、鉄道好きで、電車、京福電鉄嵐らし山線、乱電の運転席を眺めながら通勤することを日課としていたが、 その晩は家に帰れず、タクシーでホテルに向かった。受賞を実感したのは、翌日の新聞で自分の顔を見てからと語っている。また、ノーベル賞受賞後の出張時には、島津製作所からの出張費の関係で乗車できなかった500系新幹線のグリーン車に乗れて、シート記者団に答えた。多くの講演やインタビューを受け、研究や技術者としてのあり方について、 自身の経験と持論を語った。内閣府の総合科学技術会議にも参加し、日本の科学政策に影響を与える存在にまでなっている。なお、ノーベル賞の受賞式の後は単独でマスメディアに出ることはほとんどなかったが、2010年、平成22年10月6日に鈴木明、ネギシエイチのノーベル科学賞受賞が決まった際には、勤務先で会見二次。 発表の生中継を見ていたことを明かした上で、受賞から8年たち、次々と受賞者が出てきて、私自身、肩の荷を下ろすことができるのかと思うと述べた。田中光一の73分けの髪型に作業服という、外見、一回のサラリーマンでお見合い結婚という経歴、穏やかで撲突とした言動、ノーベル賞受賞の会見も落ち着くという理由で、島津製作所の作業服で京太は、 非常に多くの日本人の共感を呼んだ。この年は NHK から紅白歌合戦に審査員として出演依頼されたが、私は芸能人でも博士でもありません。と辞退している。一回のサラリーマンがノーベル賞という世界最高権威を受賞したことも、去ることながら、職人気質で謙虚な人間性も、好意的に受け止められた。温厚な人柄で、 全任の代名詞とまで、マスメディアは持ち上げたが、連日連夜の記者の追いかけと、一人歩きする成人のようなイメージに悩んだと、打ち明けている。高輝度青色発光ダイオードを発明した中村修司と日夜科学工業の訴訟については、田中光一が引き合いに出されて、中村修司は貪欲であるという非難がなされたが、これについて田中光一は、自分の発明は、 会社の売り上げにあまり貢献しなかったと状況が全く違うとして中村修司を擁護する発言をしている。なお、島津製作所からの特許報酬自体は1万円程度であったが実際は技術貢献に対する社内表彰があり数十万円相当の報酬を受けていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。